オリジナル役職人狼タイトルの通りです。皆さんには新しい人狼の役職を考えてきてもらったので、実際にその役職を使って人狼を行いたいと思います。ゲームマスターは犬間宮くんです。進行お願いします。よろしくお願いします。今回特殊な役職で人狼させていただきます。まあ早速ですが1試合目役職発表します。はい、狼、狂人、ピカチュウ、金大地、村人となりますね。役職作ってくれた方から説明してもらおうと思います。まずピカチュウの方作った方、説明お願いします。あ、はい、役職ピカチュウ、簡単な説明をします。狼に狙われないように慎重に相棒を選ぼう。生き残って進化できれば狼を一掃して大逆転勝利ができるぞ、というテーマの役職です。村人陣営です。まずピカチュウに課せられたルールは、ピカチュウの鳴き声しか発することは許されません。ピカチュウの特殊能力として、ピカチュウは狼の襲撃の対象にはなりません。ピカチュウは夜になると、1人誰か好きな他のプレイヤーを選んで、その寝床に入り込むという形で夜を過ごします。ただしその選んだ相手が狼だったらピカチュウは死にます。選んだ相手が村人だったら、大丈夫なんですが、その村人が噛まれた時に一緒に死ななければいけません。一緒に死ぬのか。そして村人が噛まれずに、一緒に夜を明かせることができればピカチュウも生還できるというような夜の過ごし方をするキャラクターです。ピカチュウに選ばれた人は、村人は、ピカチュウが寝床に入ってきたということはわからないので、特別な手がかりは得られることはないです。そういう状態のまま、ピカチュウが生きたままでいると、もしその状態で狼陣営が勝利条件を整えた時に、ピカチュウがライチュウに進化して狼を全員10万ボルトでやっつけて村人が勝利します。なるほど、生き残ればいいですね。ピカチュウ側はピカチュウが生き残っていれば、オオカミは勝つことはできないということです、ね、なるほど。あ、じゃあ絶対ピカチュウを噛まなきゃいけないんだ。ただピカチュウは噛めないから、うまく村人の形で擦らせるとか、村人を噛むときにピカチュウもついでに噛めればいいしみたいな。トレーナーを探さなきゃいけないのか。そうですね、もしくは自分のところに来るか。そうだね、あ、そう、ピカチュウが自分のところに来て自滅してくれてもいいし。金大地、こちら作った方、説明お願いします。はい、占い師が占う対象とは別に一人対象に、まあ、人狼かどうか調査できると、まあ人狼かどうか村人かどうかが分かると言ったところで、占いだよな。でもこの村今回はいないです。そう、占い、いない、まあそういないんで、まあ、今回金田一が占いみたいなものになるのかな。ああ、なるほどね。でもですね、人狼かどうか調査しても他人に結果言えないんですね。お、意味ねえのこいつ。他人に結果は言えません。で、人狼かどうかが分かった状態で、みんなで喋るときに、どっかでじっちゃんの名にかけてと言って、犯人を言わないと次の日に死にます。人狼が出てきたときだけ言える占い師みたいな。そうです。人狼かくんないと言えないと。で、逆に人狼が分かれば、まあ、一撃で殺せると。では早速やっていきます。議論スタート。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピカピカラグナーピカピカ。なるほどね、ピカチュウがいると。ただピカチュウがいてもピカチュウは一人しかいないから。そうそう、このピカチュウ、うちんとこいで、うちんとこに今宵今宵うちおいで、うちおいで。誰に行くんだろピカチュウは。迷ってるな。かわいいな。でもまだ金田一はカミングアウトが済んで、金田一は現れないってことは人狼を見つけてないのか、それとも金田一は死んでいるのかってことですよね。そっか、そうね。そうなるとどうなるんですか。もうどうしようもないんだ。どうしようもない。こうなるとね、まあ絞りようがないですよね。今のところだから怪しいやつなんていないんだよな。今のところは。おかしいね。ピカチュウがピカチュウってことは分かった。ピカチュウ、今、ピカチュウがピカチュウ。ピカチュウ、犬くんがピカチュウの可能性もあるんだよな。初日に。まあ、あるある。全然ある。で、このピカチュウが偽物のピカチュウ。偽物の可能性のピカチュウ。ピカ、ピカ、ピカ。そうそう、全然あり得るから、これ、ピカチュウ。だって、このピカチュウ、最後にピカピカって言い始めたやんか。
そうだな、ね、確かに。なんか最後は喋るのを待ってってことですか。うん、ピカチュウいないなって確認してからピカピカって言い始めた可能性はあるよ。でも他の5人は喋ってるわけだから。まあまあまあ、喋ってるわけだから。偽ピカチュウであることを、今から偽ピカチュウになるぞと思って。一回寝かせてもいいよね、だからピカチュウは。一回ここで殺す必要はないよね、だから。ピカチュウって、ピカチュウって殺す必要はない。何の得があんの。あ、そう、ピカチュウは殺せるならば、生き残ってくれればいいのか、最後まで。そう、生き残ってくれてればね、殺すわけじゃん。あ、そうか、生き残っ…ん？今なんでシマイカさんはピカチュウを殺そうとしたの？違う違う、間違えた、俺は役立たせからやったことないから、このルール確かに、ピカチュウがいる人狼とかやったことないから。あ、でもピカチュウ、あの、僕がもう、そもそも僕は完全白なので、僕は完全村人なので、ピカチュウは僕のとこに来て全然いいと思うんですけど、今日、ね、なんでそんな来てほしがるん？いや、俺初めて来てほしいって言ってよね。怪しいな。違う違う、さっき竹内もなんか来てほしいって俺言ってたから。来てほしいって。来てほしいって何なん、来てくれたらなんか得することあるんやっけこれ。そう言ってましたよ。いや、ピカチュウ可愛いじゃん。可愛いから か。そうそうそう。可愛いだけか。相棒としてはやっぱ必要だよ。うん、やっぱ選ばれるって嬉しいし。狼のところに入ると死んじゃうんだよ、ね。死んじゃう。うん。だから狼を探さなあかんから。そう、呼びたいわけですよね。ピカチュウ殺さなあかんねんな、狼って。じゃあ今呼び狼はピカチュウを殺すことはダメじゃん。狼は自分の力で殺さないから。うちにおいでよって言った3人はダメなんじゃない、ね、ダメですよね。怪しいねんな、よく考えたら。怪しいですね。竹内と俺と島岡はおいでよって言ってるから怪しいことになる。確かに。自分が死ろうってことをアピールしたすぎて言っちゃったけど、こんなことを。そうか、でもそうね。うわぁ、どうしようか。守ってくれるわけじゃないんだもんな、別に。そう、別に守ってくれるわけじゃない。そう、一緒に死ぬからね。ただ来るだけだから。ただ、ピカチュウが噛まれることはないんだよね。うん。だから、行った先にで噛まれる可能性があるから。うん。え、でもそうすると、僕か、天草さんにピカチュウが行ったとして、うんうん、狼がそこを狙ってくるっていうことなのか。それまずいね。あ、まあ、どっちかが、そうか、そうか。だから、うん、ピカチュウと一緒に殺そうと、まあ、ランダムで言ってもらうしかない。いや、これマジで、いや、まず今日誰を釣るかですよね。まず真っ先に今日誰を釣るかっていうことを考えなきゃいけなくて、うん、そうね、ピカチュウはじゃあ一回その置いといて、置いといて、このずっと置いといて、あ、そうか、ずっと置いとかなあかんから、ピカチュウは。あ、でもまあ偽ピカチュウ、まあ偽ピカチュウの可能性はちょっとあるけど、まあ今のところはな。うん、でもやっぱり金田一は釣りたくないですね。釣りたくないけど、でも金田一いるなら言ってほしいよね、金田一だから。確かに金田一は言った方がいいのかな。我こそは金田一。金田一って言った方がいいのか。だって結果が言えないだけで僕金田一ですとは言えるんやな。結果が言えないだけで占い結果がね、占い師だから白では確定ではあるんだから。その時点で狼に狙われないの。ああ、そうかそうかそうか、確かに確かに。そうか、狙われちゃうか。いや、でも別に金田一を守ってる、金田一が別に死んだとてじゃない。でも、いや、いや、だってヒントがなくなっちゃう。ああ、そうか、うんうん、そういうことか。だ、金田一は、ここぞという時に、ピカチュウが何か言いたそうにしてる。何も言えない。ピカチュウは、すでにもう参加できないから。議論をしたそうにしてる。ピカピカピカ自分で作ったルールに、縛られて。払いて。ピカチュウ。金田一、カミングアウトした方がいい。しちゃダメだって言った時、でもここで間違えて、だ誰が決めて、そいつが金田一だったら、金田一ですって言ったらいいんじゃない。どういうこと？どういうこと？あ、誰か占うか決めて、決めといてってことか。決めて、うん、あ、死にそうになったら、でもそんな狼金田一ですって言うやろ。あ、もしくはそう、金田一に占い先だけ決めとく？それは誰かやっといた方がいい。あ、それは大丈夫。なんやこのピカチュウ、議論に入ってきて。イエスとノーは言えるんですか？なんとなくイエスとノーの雰囲気は分かる。議論終了です。あ、やばい。これは誰も決めてない、まずい。払えて。じゃあ一人ずつ聞いていきます。どうしよう。天草さん、どなたに投票しますか？じゃあそいそ。いや、なんかピカチュウ殺そうとかなんかよく分かんないこと言っとったから。竹内さん。僕もそいそさん怪しいなと思ってて、ピカチュウについて結構いじってたから悪い心を持ってるんじゃないかなと。あんな可愛いピカチュウ、あんな可愛いピカチュウ、ソイソさん、タケさん真っ先にピカチュウうちおいでって言って、あの殺そうとしてるんじゃないかなっていう。まあまあ、では下谷さん、あ、僕もタケチさん、まず急激にピカチュウおいでおいでって言ってたのが、まあ怪しくはないんだけどね、タケチのノリかなと思ったんだけど、それしかヒントがなかったので。そう。ヒントがね。では、鬼山田さん。ソイスさんかな。一番なんか、ブレてたような発言が。わからんからな。ピカチュウに関して、特に。では、幸之助さん。島岡さんに一票。ピカチュウを殺すみたいな話が。出したのは、島岡さんだけだったかな、みたいな感じでしたね。
投票の時は普通に喋るんだ。そりゃそうだよ。そりゃ無理無理。ピカピーだけでは無理やろ、誰に投票するか。ピカチュウ喋ったみたいな。で、猪木が聞くね。しめたさん、ピカー。ああ、それだったな。次ほどなります。遺言の方お願いします。遺言特にピカチュウバイバイピカーピカピーどうすごい簡単に終わっちゃったピカチュウわからんすぎるって、勝利条件とかが。あ、それライチュウになるんや、とか。複雑ですね。確かに、それだけだけに、やけにそのピカチュウの勝利条件を確かに気にしてた気がする。じゃ、もう一回これでやろう。確かに何も起きなかったから。全然、うん。なるほど、なるほど。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピカあ、ピカチュウ。あ、ピカチュウだ。あ、ピカチュウ一人。一人。一匹。一匹か。そんな一体か。一体。一体のピカチュウが飛び出してきた。なんでそんなバイトの後輩みたいな感じで。嫌だよな、このピカチュウ。可愛くないな。ピカ言わされてるピカチュウ。言わされてるの。まあ、ピカチュウはまあ議論に参加できないから、もうしょうがないとして。うん。ということは、まあ、あと別にコミングアウトはない。例のセリフが聞けてないってことは、多分、金田一も。とりあえず金田一の占い先決めとく。そう、とりあえずまあそれは決めとく。そうっすね。うん。ピカチュウって占い必要ないよな、だって。ピカチュウは占いでしょ。ああ、まあそうか。結局もったいない巨人だったりもするから、あんまり意味ない。そうか、巨人だとしても白が出るもんね。そうか、結局そう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 。で、誰を占いますか。誰でもいいっちゃ誰でもいい。占ってほしい人。はい。じゃあ、この先に行くんだ。占ってほしいと言うからには何かしらの役職なのかな。ごめん、普通に村人だからなんか白出して生き残ろうみたいな算段が生まれてしまったけど、もっと占うべき人はいるのか。そうなると。占うべき人っているのこの中に。いや、狼を占っちゃえばっていうことですね。そう、占っちゃえば、そういう意味では。狼しか言えないわけで。ああ、そうかそうか。でも実質白出しできるってことだよな。ってことはギャラから来るって分かってて。お、ピカチュウの方が首振ってるけど、どうしたのピカチュウ。どうしたなんか言いたいことがあるのか言えよ。ピカー怒ってるな、なんか。すっげえ怒ってる。なんだろう、今の反応。じゃあ、コウノスケくんじゃない方がいいんじゃないピカチュウ的には。そうか。あの、コウノスケくんを占ったら、うん、多分白が出るやんか。そうね、うん。自分が狼やったら言わんやん。まあ、巨人やったら言う可能性あるけど、結局白やから。ってことは、以外で占ってもらった方が。なるほど。ピカ。意味があるんじゃないそんなレベル高い勝負してないの今ここで。まあそうやな、そうやな。だから、で、竹さんか俺か、それそのか、天草さん。てか、誰かはいるんだろうけど。うん、ああ、なるほど、そうか。誰かを占ってもらう。天草さんが金大地でもないのか。そう、天草さん。あ、でも決めとかなかのか。決めとかな分からんのか、結果が。ああ、うん。じゃあ、この助君決めて。ああ、じゃあ、天草さんをじゃあ占う方向で。ああ、そうか。で、これで、ああ、そうか。これで天草さんが金大地だった場合は、自分で言えばいいのか。まあ、次の日。もうカミングアウトするしかないな。そうやな。よくわかんねえな、近代人の。たぶん。なるほど。じゃあ、ピカチュウはこの場合。いやー、残し。ピカチュウには本当にうまく生き残ってもらうだけなんですよ。誰の布団に入るかって話。いや、だからこれ、ピカチュウね、マジで足で引っ張る可能性も全然ありますからね。そうか、そうか。なんかピカチュウ突然死して、あ、一気に村人が削れちゃったよ、みたいな。え、オオカミがさ、天草殺したらどうなの次。この次の夜。あ、議論終了です。あーやばい。では一人ずつ聞いていきます。天草さん、どなたに投票しますか。わかんねえな、タケッチじゃ。では下谷香さん。わかんなすぎるな。じゃあ僕もタケッチさん。あ、なんか良くないですよ、そういう決め方。タケッチさん。じゃあ下谷香さん。やっぱ口数がそんなに少なかったから。おお、喋ってた方だろ。なんだこれ。結構喋ってた方だろ。じゃあ、幸之助さん。竹内さん、じゃあ。何？ちょっとなんか、内容のあることを言ってた印象がない。では、ソイソさん。竹内さん、口数が少なかったかなっていう。同じ理由で。まずい。では、鬼山田さん。まあまあまあ、竹内さんで、じゃあ。おう、2票。喋った。では竹内さん、5票で追放となります。遺言の方お願いします。何？俺は
ちゃんと村人だぞ。ぐわーはい、ということで恐ろしい夜がやってきます。恐ろしい夜が明けました。昨晩の犠牲者は幸之助さんと鬼山田さんになります。ピカチュウ一緒に来てくれたのに守れなかった。それでは残り3人で議論スタート。ピカピカチュウやってんなあ、だからあれだ、あのピカチュウがこの先の方に潜り込んで、うん、で一緒にやられたってことやんな。ちょっとちょっとみんな集まってくれ。おどうした犯人が分かったぞおじっちゃんの名にかけて、おまあ順序よくちょっと説明しましょう。あの最初実はあの漢字の時点で幸之助くんが白で実は分かってました。ああ、金田一として、はいはい。あ、松田さん金田一なの？僕金田一です。で、僕金田一です。いや、名字自己紹介したら初めまして。で、あの、まあ、この助に白で、まあ、前回、まあ、占い対象僕だったんですけど、うんうん、まあ、僕自身占ってもしょうがないんで、はい。あの、あるね、この中の1名の方を占いましたところですね、はい。人狼が判明しました。おぉ引きました。誰ですか？犯人は、お前だ下屋か、お前だ犯人は。犯人はお前だ。何か言うことあるか。あのこれはね、だとすると天草さんは狂人で、ただ金田一は死んでたってパターンですよね。だからジムだって僕普通に村人ですもん。狼の可能性もあるよな。あ、狼の可能性もあるわ。まあ、どっちかってそっちの可能性は高いでしょ。え、なんでなんで。混乱してるやないか。あ、そうか、狼生き残ってるの。知ったかぶりやがって。トリックは全部分かってんだぞお前。ちょっとトリックってなんだ。まるっとお見通しだ。いやいや、どういうこと。そうか、どっちみちそうか。ということは天草さんが人狼だっていうパターンだと？観念しろ。観念しろ。ちょっと待って、人狼だというパターンだと、うん、え議論終了になります。はなんだこいつら。天草さんから、いや、どなたに投票しますか？犯人は分かってるんで、下屋さんです。その対抗の下屋さん、どなたに出ますか？天草さんです。ソイソース醤油さん、どなたに出ますか？下屋でいいよなでもそうそう、冷静に考えてみ、自分で僕は金田一ですっていうやつやばくない？自己紹介しただけやんか僕は金田一ですって言って、しかもそういう役所なんだから、なんだトリックの、なんだトリックのなんかやつなんかやってなかったと一言も下屋で、はい。では下屋さん2票になりました。では遺言お願いします。はっきりと分かりました。そしてさん、あなたは無能です。二度とこのゲームに参加しないでくださいだってお前狂人って言うから。いや、狂人って言うからなんなん。狼もあんのに。それでは下屋さんが追放になりました。この時点で村人の勝利。はいはいはい。もうこうなった時からどうやって勝ったらいいねこれの人狼って名乗らないと自分も金田一だって言うしかないのかな。あ、そうか、自分も金田一って言うしかないのか。じゃあ金田一から、まあ、ピカチュウが死ぬと思ってなかったから。いや、金田一から逃れらんないんですよいや、そんなことないだろ得意気だな。あれなんですよ、金田一って占いで犯人を突き止めてる確かに占った結果って占った結果ってなんだいや、ピカチュウをまとめ てピカチュウをまとめて潰せたまでは良かったんですけど、非常に、うん、ピカチュウがまんまと布団に ね、まんまと。いや、そうですね、無能なピカチュウだった、ね、大変無能なピカチュウでしたね、これは、うん、いや、むずいよ、ピカチュウがどこに行くのかでは、人狼下屋さん、どなたを噛みますか？どうしよっかな。まあここでちょっと天草さんを噛んでしまうとおかしな話になってしまうから、天草さんはまあ残すとして、はい、多分天草さん強人な気がするんだよな。天草さんを強人だと思う、はい、ってことは天草さんを噛まないで、まあ、今回噛むのは幸之助くん、ピカチュウ、はいはいはい、山田さん、どなたの布団に潜り込みますか？だから狼が狙わなそうな人ね。はい。いや、わかんねえよ。じゃあ下屋さん、では金田一。最初こうちゃん白なんで、まあ、こうちゃんは占えなくて、で、僕占うって話でしたけど、
ややこしいことになりましたね。そう、ややこしいことになったんで、はい、まあ僕はまあ白なので、はい、まあ、下やかにします。下やかさんの役職は、人狼です。やったぜ。フットです。やったぜ。はい、始まるぜ、これ、劇が。それでは役職を変えて、次の役職は、人狼、そして、サイヤ人、ホスト狂い。村人になります。サイヤ人ホスト狼狼2匹ホスト狼狼2匹だ。狼が2匹、まあ、狂人の代わりに狼になりました。サイヤ人作った方説明お願いします。はい。昼の議論パートで特殊技能である元気玉を使います。で強制的に1人殺せます、自分で誰々さんって言って。で元気玉ただ好きに使えるんじゃなくて、うん、発動条件があって、メディキは絶対許せねえって言った後に手を挙げられて、オラに元気をあったけーって言ってください。で、2人以上が、あの元気をこうやって分けてくれたら撃てます。ああ、協力者がいそうなんだ。あ、なるほどね。少ないのに。一人殺せるんだ。最後の方使えへんやん、こいつ。何の。お前、序盤しかいけないやんか。最後の方誰が協力するんだ。だから犯人が、あ、分かった、絶対こいつ狼だと思ったら、もうやる。絶対なんてないんだよ。最初の方がグレーやのに。狼2やろ？で、最初のターンで4いるやろ？で自分抜いて残り3分の2が手上げる。そうそうそう。いやでも狼も手上げれるからね。あ、まあ一応そうか。一応そうか。そうなると逆に村人を殺す。そう、狼が村人を殺す手段にもなり得るということですよね。何こいつ。不発も邪魔やな。結構怖いぞ。そしてこちらホスト狂い作った方説明お願いします。はい、村人陣営で夜に自分が指定した人と通話できます。ただ狼指定した人が狼の場合は他の狼の通話に混じることになります。狼会議通話に混じることになります。ああ、なるほどなるほど。狼って会議通話あるんだ。狼はホスト狂いと通話したら、ホスト狂いしか殺せません。これがどうなるのか全然わからん。確かに話したから何なんだっていう。いやでもでもこれ狼じゃない人と話したら、そう、白格でしょ、ね、内通ができるし、なるほど。だから公約書、これに似た役職あるよな、なんか、あの内通者みたいな。共有者か。うん、よくわからないやつや。共有者に似てるけど、まあ、ホスト部でいい。弱いんだ、それより。ちょっと弱いな。かなり弱いな、これ。いやでも、狼がね、白を狼に行くのは当然だから、それを自分に寄せれるのはいいんじゃないですか。サイヤ人を守れるんじゃないですか。サイヤ人と重要な役職が他にいねえんだよな、これ。占いとかも家からもうサイヤ人が勝手に占いとかどうやって占うねこれ。どうやって勝つのこれ。サイヤ人です。狼2人なのにホスト狂いが占いで一番重要なのか。占い入れた方がいいと思います。占い入れますか。そうね、じゃあ占い入れましょう。それでは議論スタート。うん、なるほど。よろしくお願いします。よろしくお願いします。探り探りだな。最初も動きづらいな。まあ、とりあえず最初の占いの結果がね。そうだね。うん。占い。そうですね。カミングアウト。カミングアウト来ない。あれ？占い。マジで？まあだってちょっと危険すぎるか。これだって守る人いないから。そう。そう。確実に殺される。まあだから黒を引き当てられるまで。潜伏したいみたいな。あ、なんかサイヤ人みたいな。サイヤ人の方なの？サイヤ人か。サイヤ人の方なのか、あの方。なのか？どうしたんだ？元気玉を撃たないのかな？元気玉を撃たないサイヤ人なのかな？サイヤ人って狼に殺されるからね、別に。いや、でも、いや、なんか逆に、あの、言っといた方が、別に狼をすぐ殺す必要はない気はするんですよね。結局、占い殺さないで意味ないじゃないですか。いや確かにサイヤ人って殺さない方が狼にとって有利なもんですよ。だからちょっと今別に言ってもまあサイヤ人なんですけど、まあ言ってもまあ大丈夫。サイヤ人なんだ。はい。でも一応なんかそう頑張ってなんかランダムで誰かを殺すことでもできますね。これ今てかこの段階じゃないとさ元気玉が発動しないのってことない。発動しない。でもこの段階でやるってリスキーで、ね、リスクじゃないよ、殺人になっちゃうよそれ。でなんか今のところ僕に失礼な発言ではないんで、お前だけは絶対許さないって気持ちになってないんですよね。感情論でいくんだ。まあ、そうだとしてもあの多数その方でも他の2人協力いるからだからかなり殺せないわけなんだけども、だから正式な手続き踏まずに、うん、俺がこいつだと思ったやつを殺せるんですよ。
うん、でも同意が言います、ね、同意がいるでしょ、全然、でも全然なんか今のところないから。いや、後からなんか投票もあるからさ、あんまりいらんというか。これ今、そう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 、多分次の投票、最悪次4人になってる可能性があって。最悪話し合いに弱いな。てかそうか、狼に 2匹いるから。2匹もおるから、うん、急がないとやばいよな、でも。いや、結構適当に言っといたらいい。俺も適当に言っといたらいいなと思うんだけど。打つか、適当に打つか。じゃあ。じゃあどうしようかな。でも適当に打ったらそれそれに村人削ったら終わりじゃないの。それはそうですけど、まあ、なんじゃ自分で言っといてなんですけど、適当に打つの狼有利な。そうだよね。だからやっぱやめましょう、やめましょう。めちゃくちゃだなもん。分からん。いや、ちょっと打ちたかったけど難しいな。占い打った方がいいんじゃないの。でも時間ないか。でも占い言うしかない、まあ、たまたま占いが当たっちゃうことってないんじゃないですか。でも狼2人いるからババッ。え、待って、あ、待って、違うか、その占い死んでんじゃない。え、ああ、犬くんが占い師だったパターン。うん。さすがにだってもう今言ってた方がいいもんね、占い師だったら。うん。え、占い出た方がいいっすか。あれ？占い？占いなの？ちょ出た方がいいの？ちょ、時間が時間が。タケツさん白です。お、白が出ました。とことは3人のうちもでこれ2分の3か。もう打った方がいいんじゃない。元気だもん。誰に打つんだ、誰に打つの、このサイヤ人。どういうの、同じ元気をあったけ。誰に打つの、コードスケしねー、終了です。コードスケしねー。はい、議論終了です。で、コードスケさんも生存になります。俺が聞いてるんだ。ギギ間に合わなかった。間に合ってない、間に合ってない、間に合ってない。なるほど、なるほど。じゃあもう二度と打てねえよ。もう元気玉が打てるか。投票になります。鬼山田さん、どなたになりますか。下谷さんかな。甲之助さん。ソイソさん。下谷さん。なんでサイヤ人、天草さん、甲之助くん狙ったかは分かんねえんだよな。じゃあ甲之助くんにしようか。甲之助くん。ではソイソさん。下谷。では、竹内さん。そうだな、ま、僕と新山田さんとサイヤ人は大丈夫だと思う。残りの3人で、さっきより口数が少ないような気がするから、ソイソさんで。では、天草さん。多分あの3人投票して、下役が一番入ったんで、これ、ソイソですね、ソイソです。はい、あ、だから、その白の3人の前にってことね。では、ソイソさん、3票で追放になります。遺言お願いします。はあ、ホストのとこ遊びに行きたかった。俺、ホストぐらいだったのかな。あれ、はい、ソイソさん、追放になります。それでは、恐ろしい夜がやってまいります。恐ろしい夜が明けました。昨晩の犠牲者は、鬼山田さんです。それでは、2分間で議論スタート。なるほど。うわ、じゃあ鬼丸さん本当の占い師だったってことか。ってことは僕も占われた、白と占われた僕も確定白ですね。確定ですね。ということは、まあ、どっちかが。え、竹さんはあれで来ました、キャバ嬢からの。あ、来てない。島岡さんも来ました。お、来てないっす。誰のところに行ったの。あ、どこ、俺も来てないよ。え、どうだ、いないと。鬼山さんのところに行ったか、いないかってこと。あ、そうか、鬼山さんに行った場合もあれか、殺されちゃうの。うん、だって結局なんかソイソは最後遺言みたいな感じで言っとったけど、うん、じゃ あ, あれが本当だった、本当だったってことでしょ。あ、ってことは今狼が2人いるっていう可能性が。マジか。え、じゃあいわけだ。そう、バッタかいですね。ということは、まあ、竹内城で俺サイヤ人だから。言った方がいい、言った方がいい。おかしい、おかしい。ちょっと待って、なんで、天草さん、待って待って、天草さん、あなた、ごめん、言う、ごめん、言います、言います、村人。しまやか、しまやか、お前。じゃあ、これ、村人。おかしいって。元気を。おら、元気を。天草さん、あったけー。しまやかしねー。うわしもやかさんが、元気玉で、なんなん元気玉って3人で議論再開。よし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 これでよし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 が殺されたってことは、鬼山さんは人狼じゃないってことで、
だって今のでね、ゲームが終わってないってことは、オオカミもう一匹いるってことでしょ。元気玉で殺してないんだから、どっちかを、人狼なわけじゃん。すごいゲームだ、これ。議論終了になります。投票時間ですね。幸之助さん、誰に入れますか？竹内さんが人狼だと思うんですけど。はい。竹内さん、どなたに入れますか？幸之助くんで。あのサイヤ人誰に入れますか？まあ次僕が元気玉打つとしたら多分こうちゃんに打ちたんで幸之助くんで殺そうとしてるな。それでは幸之助さん追放になります。遺言の方あれば。踊りかかろった。敵やんよ、ほんとサイヤ人やん多分。サイヤ人ってか元気玉発動してるからもう本当のサイヤ人なんだな。ということで、村人の勝利。殲滅です。いや元気玉良かったね。手上げなかったら勝てたのに。コロスケ君なんで手上げたの？どうして手上げたのコロスケ君。いやでもあれそうなの？コロスケ君手上げなかったら元気玉2つに終わってで 2-2 になるからまだ分からんかった、ね、まだ分からなかった。いやそこだよな。いやライブ感よねこれが。なんか手挙げないと疑われちゃうかもしれない。そう疑われちゃうっていうのがあって、うん、あんまり考えられなかったな。いやーしまった。ねついに殺したね元気玉で。あっという間に。占い師の方鬼山田さんになりますね。はい、それでは誰を占いますか？まあ幸之助さんかな。幸之助さんは人狼です。はい、はい、でも死ぬだろ多分。おやすみなさい。お危ねえ、幸之助くんだったのか。あ、これって、このタイミングまで分かんないもんなんでしたっけ？人狼って共有してるんだっけ？もともと。もともとは共有してたんですけど。あ、危ねえ、危ねえ。あ、危ねえ。まあまあ、釣らなかったからよかった。そうか。伝わってるもんだと思いました。次から気をつけた。いや、よかった。あ、危ねえ、危ねえ。サイヤ人を殺す必要なさそうですけど。そうですね。今生き残ってんのが、竹内さんと鬼山田さんがいて、天草さん。天草さんはサイヤ人だから、まだ。天草さんはサイヤ人だから、ほっといて。いやでもサイヤ人ほっといていいのか。だってあでも一人噛めばもうサイヤ人は不発に終わらせられる。そうそうそう、どっちみちだから俺らの意図しない形であの元気玉打つようだったら俺らがあげないで、なんか鬼山田さんを釣ってまあサイヤ人はまあ泳がせて、もし竹内さんを釣るようになっ、あでもなんかブラフとかかけてくんのか。そんなことします？でも鬼山田さん釣るのはいいと思うんですよ。鬼山田さん噛んじゃって鬼山田さんがいなくなって、であとは竹さんと天草さんと俺と小野瀬くんになるわけでしょ。そうですね。さっきもサイヤ人は。まあ、もしじゃあ、なんか、たけさんに打ちかけたら、島やかさんは手挙げてもらっていいですか？あはいはい、オッケーオッケー。それで僕は下げとくぐらいの感じで。一応ルールとしては、村人殲滅か狼殲滅っていう話だった。ということは、もうじゃあ、たけさんを殺す、たけさんに元気玉打つんだったら、じゃあ俺らも二人とも挙げて、二人とも挙げていくか。元気玉成功させて、あと天草さんを殺せばいいだけだから。ということで、そうか、竹さんはあげないもん。なんとか竹さんには元気玉打たせましょう。頑張ります。それでは噛むのは鬼山田さん。